これから向かう日吉神社は駐車場ありません。御陵神社様より北東方向に歩いて5分程度の距離です。ここから少しの間道なりです。右方向です。ここから少しの間道なりです。日吉神社、創建は西暦800年頃と言われています。日吉神社は滋賀県大津にある日吉大社の系列神社になります。グループは全国に3800社もあるそうです。お祭神は大名口の神、大山杭の神です。ご利益は法除け、厄除けになります。法除けとは方角や方位による災いを退けることだそうです。本家の日吉大社は京の都の表鬼門をお守りしている法除けの大社になります。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、日吉神社は御陵神社から見て北東に位置します。御陵神社の表鬼門を守る神社となります。神社が神社の鬼門を守っています。御陵神社を平安京と考えると京の都と同じような造りになっています。御陵神社と同時期に桓武天皇により創建されたとされており、桓武天皇がとんでもなく御陵神社を大事にされていたかがわかります。田んぼの中にひっそりと立っています。日吉神社です。住所にも入れておりますが、みその海斗となってます。みそのとは神にお供えする野菜、果物を育てている専用農地のことです。御陵神社の御園にこの神社はあります。三角屋根がついています。
山王鳥居というそうで、日吉大社系列の鳥居だそうです。かわいい狛犬がいらっしゃいます。鳥居の神額が落ちています。お参りします。皆様もよろしければどうぞ一緒にお参りください。お邪魔いたしました。パティスリークリアンさんです。パティスティの意味として、粉を用いて作った生地をオーブンで焼いた菓子とか、お菓子を焼く技術自体とか、お菓子を焼いて販売している店という意味みたいですよ。ケーキ、いろいろありますよ。
知り合いからおしゃれで美味しい店と聞いています。2階あります。予約制ですかね。ケーキセットをいただきました。季節のパフェがすごく気になります。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。トイレありますよ。